コスタリカのプラヤスデルココで観測された、会期日食1991年7月11日の日食は、1991年7月11日に観測された日食である。アメリカのハワイ州、メキシコ、グアテマラ、サルバドール、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、コロンビア、ブラジルで会期日食が観測され、北部アメリカの中南部、 ラテンアメリカのほとんど及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。これは1973年6月30日から2132年6月13日までの間に持続時間の最も長い回帰日食である。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域はアメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島全島とマウイ島南東部沿岸のごく小さい部分。 メキシコ、グアテマラ南部、サルバドールのほとんど、ホンジュラス南西部、ニカラグア南部、コスタリカのほとんど、パナマ西部、コロンビア南部、ブラジル北部だった。海気食の最大は、メキシコのナヤリット州ロザモラーダ郡にあった。安定している天候と住んでいる空気で各国の研究機関の天文台が設置されている、裾野から山頂まで測ると世界で最も高い山で、ある、 ハワイ島のマウナケア山も海域帯にあった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、ポリネシア北東部、カナダ南部、アメリカのアラスカ州南東部、アメリカ本土全部、イギリス領バミューダ諸島、ラテンアメリカのほとんど。その内大部分は、国際日付変更線の東にあり、現地時間7月11日に日食が見え、 残りの部分では7月12日に見えた。中国国家自然科学基金委員会の資金提供を受けた中国観測隊は、メキシコのバハカリフォルニアスル州ラパス南部郊外で、近赤外交のスペクトル観測をした。日食当日、ラパスでは1日中雲がなく、観測隊は、高層高級及び、最層のスリットレススペクトルと、太陽表面の外のスリットレススペクトル、 数十フレームずつ、再送と公園などの写真を撮った。ラパスで観測した各国のプロ観測隊のうち6体は、史上初めて日食観測に、新型観察システム CCD イメージセンサーを使い、そのうち中国と日本の観測隊はそれを、超波スペクトル観測に使った。320人が参加した、アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センターの観測隊は、 メキシコのマサトランで回帰日食を観測した。日食前の数日間、現地は天気が良くなかったが、日食寸前に改善した。一部の隊員はもっと良い天気を求めてサンブラスに行った。結局、マサトラン西部郊外のエルシットでは回帰食中雲に穴があり、海よくコロナと公園が見えたが、周辺1から5マイルの範囲では太陽がずっと雲に覆われた。 サンブラスでは、怪気食中雲が厚くなったが、コロナと公園が見えた。ベルギー王立天文台、中国科学院測量、地球物理研究所、メキシコ国立自治大学地球物理学研究所の、科学者は、メキシコシティで観測し、怪気食中重力の変化を研究した。ありがとうございます。